カシューナッツ、カシュー、学名、アナカーディアムオクシデントル、英名、ホメイ、和名、カシューナットの木、マガタマの木は、中南米原産のウルシカの常緑高木。その種子は、カシューナッツと呼ばれ、食用とされる。アレルギー表示の特定原材料に準ずるものに、指定されている。南アメリカ大陸北部内市北東部地域、並びに、西インド諸島各域を、 主な原産地とする、ウルシかの常緑鉱木である。学名のアナカーディアムは、ラテン語のアナとカーディアムの意味からなる造語で、その果実の着火形態が上向きの心臓型に見えることから命名された。十分な体寒性はなく、タウカ質を嫌う性質で、植生環境としては、適度な高雨量のある熱帯地域ないしアネ地域を好む。受管下株から、 よく分子し、成木は樹高8から15メートルほどに達する。世界最大の巨木としては、ブラジル連邦共和国ナタール市コーピランジ、海岸に、所在の樹齢推定117年、枝木約8300メートル、一般的な成木の約70倍の規模にも及ぶそれが知られている。葉は、長径20センチメートルほど。 幅計2から1 5トルほどの東卵形、やや固く光沢のある全変円平滑で誤生する。花は約20から2 5トルの花枝の先端に三棒分生した花序に単成下と両生花を混在で一元あたり5から1 5トルほどのものをつける。褐色は赤みあるいは紅白色を帯びた単緑色で果敢には花びらごとに、 ピンク色の縞模様が見られることが多い。開花時期は、早咲きのもので11月から翌1月、遅咲きのもので1月から3月である。開花後、およそ2ヶ月から3ヶ月で結実、完熟する。果実は、花卓が肥大して、約5から12センチメートル程度のような主型の赤色ないし、黄色の卓を形成し、その先端に灰褐色の殻に覆われたまがたまがたの、 喧嘩をつける。種子は、家宅の外部先端につき、家宅そのものには果肉のみで種子を含まないため、この部分のことを俗に、偽化と呼ぶこともある。口述の通り、喧嘩部、家宅部ともに食用とされる。1580年代以降、原産地の一部である、南米大陸北東部地域、現、ブラジル連邦共和国の北西部から、北東部に、 ポルトガル人が進出した際、現地の先住民族たちが話す、トゥビゴケ言語の当品種の故障悪獣、ウカ獣を、ポルトガル人たちが聞き取ってポルトガル語に、外来語、荷獣として導入したのが語源とされる。その後、さらに転出して、英語では荷州と呼ばれるようになった。ポルトガル人らが、現世していた当種を実用樹として認識し、各地に伝播したのが、 世界的な普及への始まりである。当初から、樹幹下部から、よく分子して枝を張る、当種の特徴を利用して、沿岸部における、防風林として植樹されたほか、その果実、特に種子が食用として徴用された。1650年代には、インドのゴアに大規模な種子の食用加工工場が、造営されて製品が、各地に輸出されたことら世界的に有名となった。 喧嘩の殻を割り、内部にあると子の部分を取り出したものは、と呼ばれる。果肉の部分については、英語で、カシューアップルと呼ばれることが多い。カシューナッツ、カシューアップルとも食用に用いられるが、世界的には、食材として、カシューナッツの方が広く知られている。原産地のブラジルから、世界各地のある程度の雨量のある熱帯、亜熱帯地域に広がっており、 著名な生産国は30を超え、幸い面積は351万ヘクタール程度とされる。世界では年間200万トン以上が生産され、2005年の生産量順では、ベトナム83万トン、インド46万トン、ブラジル25万トン、ナイジェリア21万トンとなっている。中国では海南省が主産地となっている。 栽培農家による果実の収穫は完熟して自然落下したものをテローで採集するのが一般的である。成り木一株につきおよそ10から3 0ラムの収穫が見込まれるとされる。収穫した落下は果肉、カシューアップルの部分と種子、カシューナッツの部分を手もぎで分離する。果肉は生食用として市場にあるいは加工用として加工工場に出荷。 種子は、そのまま殻ごと、生,果生カ生ューナッツとして、加工工場に出荷する。生果には、アナカルディウム酸や、カルドールなどの刺激成分、また、生産配当体であるアミグダリンなどの毒物を含むため、食材として用いる場合には、これらの成分の高温加熱による除去処理、いわゆる飛ばす工程が必要となる。 成果のままでは等し、種子の中身を取り出しづらいため、加工工場は、この工程を価格がついたまま行うのが、一般的である。まず、殻付きの生カシューナッツを天日干しし、コーン蒸し処理を行い、さらに仙処理を行った後、殻割り、殻むき、品質選別を行って、製品として出荷する。味付けと保存性の向上を目的として、製品に塩をまぶして出荷されることも多い。 取引市場においては、生花産品は、インドネシア産、ブラジル産、タンザニア産などが優秀であるとされている。加工製品については、前節の1550年代以来の歴史的な経緯により、インド国内に加工工場、加工技術が集積されているとされ、インド製加工製品が最優とされている。ひとしであるカシューナッツは、その歯ごたえと、 濃厚な食感が好まれる上、その約50から70%を占める脂肪分に加え、炭水化物やタンパク質、ビタミン B1 をはじめとするビタミン類、カリウムリン、亜鉛などのミネラルと5大栄養素を豊富に含むことから人気のある食材となっている。塩で味付けされた製品が、そのまま菓子や酒魚などとしてよく、食されるほか、調理の具材として、 シチューやカレーのような煮物料理や、広東料理の腰カトリテ、鶏肉カシューナッツ炒めなどの目物などに好んで、利用される。また、いわゆる二級品、味に差し触りはないが色目がぶちあるいは褐色度の強いものの実は、すりつぶして加工し、ピーナッツバターに似た、カシューバターの製造に利用されることが多い。カシューアップルと呼ばれる果肉は、多重質で、リンゴに似た方向があり、 生食に供するほか、加工用原料としても利用されている。カシューアップルの皮は薄く、特に完熟した果実のそれは、非常に繊細で傷つきやすく、また、完熟成果であるために日持ちもしないため、長距離輸送や貯蔵には全く適さない。このため、生食は、栽培産地近辺の限られた地域においてのみ、供される。加工製品としては、ピュレ、ジュース、 チャツネ、ジャム、さらには発酵製品として、果実種、インドのフェニー、などなどが知られる。タンニンの渋みを好まない地域においては、利用せずに廃棄することもある。カシューナッツの種子の殻からは、カシューナットシェルオイルと呼ばれる油脂を採取することができ、油脂そのものとして利用されるほか、塗料の原料としても利用される。カシューは、カシュ株式会社が開発したもので、 仕上がりの質感は漆に似ており、現在でも多く使用されている。ただ、カシューもウも漆科の植物であるため、その殻には漆オールを多くが有しており、加工の際にかぶれなどのアレルギー反応をきたす人も少なくなく、取り扱いには注意を要する。木材は木造家屋の資材に利用されるほか、炭作りして燃料に利用される。 樹皮を粉砕したものを染料の原料として用いるほか、樹脂はゴム材の原料とされる。畜系の原住民は、下州の果実などを伝統的な伝承薬、民族薬として利用している。果実収穫、工場加工とも人海戦術の手間が必要なこと、及び栽培産地と加工産地が別国籍であることが多く輸出入の手間とコストがかかることから、 同じく手間を要するアーモンドと並んで比較的高価なナッツである。近年では従来の発展途上国家庭の浮遊化、食生活改善傾向に伴って消費ニーズが向上し、特に高級品とされる色が均一で、白目のものは価格が向上的に全増傾向にある。熱風被害が見られる幸い年度においては高級品は著しく減収し、 相場が高騰するほか、色が茶色っぽいあるいはぶっちな二級品も引きずられて価格上昇する。日本の小売店においては 100g あたり200円前後の値で販売されていることが多いが、高級品は 100g あたり300円以上の効果で販売されている。一般的にはアーモンドと同程度でピーナッツのそれより少し高値である。 一部の量販店では 1kg あたり1700円前後など安めの価格で販売しているケースも見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。